おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はね、豚バラもやしの柚子ポン酢とカレーチャーハンでした。ちょっとね、近所で工事してるからね、ガチャゴンガチャゴンわわわわわってうるさいかもしれない、ごめんなさい。まず豚バラ肉でもやしをくるくるくるって巻きます。もうね、昨日はね、私と息子のね大学病院が重なっちゃってね、午前中私、午後から息子で、一日中病院に缶詰でした。もうのさんですで、疲れが抜けないお年頃です。困っちゃうでね、あと巻き終わったやつには塩コショウをね軽くペペッとして小麦粉をまぶします。でハムを半分に切って貝割れをね、あのくるくるって巻くんだけど、これね、花束を包む要領でくるくるって巻いたら綺麗くなるかなと思います。っていうか、すごいうるさくないですか。なんかすごいのよ、ガチャゴンガチャゴン、ガガガガガゴゴゴゴゴって。もう申し訳ない、こんなやかましい機内大丈夫かな、ごめんね、すいません。でこれはね、小松菜です。小松菜も適当にザクザクザクで、厚揚げはねも適当な大きさに切ります。でベーコンは細かく刻みます。もうさ、今日はさ、あの天気も悪いし、なんだ、お家のことちゃちゃっと終わらせてゆっくりね、ゴロゴロ寝ようかななんて思ってたけどさ、このガンガンゴロゴロガンガンゴロゴロってやかましい中、無理そうですね仕方がないよね、あの工事の人もね仕事だからね。で卵焼きの準備です。今日はね、紅生姜と青のりの卵焼きです。で間違えてね、ほらいつもさ、チャーハンから作るようにしてるんだけど、間違えてっていうかボケっとしてたんだろうね。まあほら、ボケっとするのは特技だからさ困っちゃうけど、卵焼きから焼きます。で丸いフライパンだったからね、脇っちょをねピッピッて内側に入れ込んで、何、長方形になるようにね焼いていきますよ。んで、なんて言うんだ、脇っちょをピッピッて、脇っちょをピッピッて、わかるかな。でね、多少ね形はいびつだけど、後から整えるから大丈夫。でくるりと、よいしょそしてほら、こんなしてさ、整えていったらね、旅館風にね長方形になるよでフライパンに油を熱してウインナーだった、厚揚げかと思ったら、ウインナーをねじりって焼きます。そしてうずらの目玉焼きです。で今度がね、これ厚揚げです。厚揚げをね、焼いていきます。で裏返してね、両面裏表焼いて、小松菜丼と入れます。でね、これを炒め合わせます。ガーリックパウダーをペッペッペッって振って、うちはね、クロススパイスを使った。けどね、これガーリックパウダーと塩コショウでもね、美味しいですよ。
このね、厚揚げを焼いてガーリックの味、ガーリックってニンニク風味、めちゃ美味しいです。うん、でこれは豚バラもやしを焼いていきます。転がしながら全体をねしっかり焼いていきます。でね、全体に焼き色がついたら、まだかなそう、全体に焼き色がついたら蓋をして3分蒸し焼きにします。もやしをさ、たっぷり巻いてるから中までほどほどに火が通るからね、蒸し焼きにすればね。で、シャキシャキ感も残って美味しいです。で、ここに柚子ポンをザバッと入れて全体に絡めます。で、これでね、もう出来上がりです。で、フライパンに油を熱します。ベーコンをザバッとで、炒めていきます。で、ミックスベジタブルをドンって、で、ざっくり炒めて、ご飯をドカンと入れます。そしたらね、顆粒コンソメ、もうこれね、適当ですね、分量で、塩コショウをペペッと振って、んでね、またざっくり炒めます。ざっくり、そしたら刻んでたカレールーを入れて、全体をね、炒め合わせます。もうさ、全部火は通ってるから、ご飯にカレーが余暇風に馴染んだらいいからね、もうざっくりざっくり炒めますよ。はい、パラ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 カレーチャーハンできた模様ですね。詰めていきます。リーフレタスで仕切ってそしたらね、メインのおかず、豚バラもやしの柚子ポン酢からね、詰めます。今日はね、長く巻いちゃったからね、寝かせてこう詰めました。そしてカップを敷いて、ここにね、厚揚げと小松菜のガーリック炒めを詰めます。で、卵焼きはね、断面が見えるように詰めると綺麗かなと思う。で、これなんだっけ、かいわれのハム巻きを詰めて、ウインナーの場所がなくなっちゃったから、ご飯の上にね、ペンって乗っけてで、うずらの目玉焼きもね、ちょこりんと乗っけて、これも入ってミニトマトをポンって、で、今日のお弁当の出来上がりです。今日はね、こんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。